ったんですよ。いや最近のねフランス人はどうも芸術が分かんなくなってきた。厳しいな顔が。厳しいですね。何の作品で何かも何もあったんだろうね。ねえ、その辺じゃこれも気になるな。詳しく聞いてみましょうか。聞いてみましょう。はい、その恐怖のワーストワンバトラー谷さんの新作を見てみましょう。タイトルはミッシェルの名画と繰り返るです。ミッシェル、私はミッシェル。ボンジュー、名画を繰り返る。これはルノワールの傑作、ムラドン・ジョレット。もうダンスホールの楽しい光景です。しかし今ダンスホールはクラブとなり、そして男と女の修羅場となっております。全部日本語じゃねえか。それでお見せしましょう、現代のムラドン。これだ、マイク取れた、マイクが。マイク取れてるって、マイク。もう間に合わないじゃない。ブークラでギャルゲット。もう最低だね。ボンジュール、ボンジュール。これでメダルを取ったんですか。これではないんですよね。そうだ。このメダル、これなんていうメダルなんですか。でもすごいじゃないですか。すごいすごい。これなんか自分で作ったんじゃないんですか。いやいや、マリナさん、俺はフランスのアカデミーの理事長からもらったメダル。筋肉番付って書いてある。いや違う、ちょっと待ってください。賞取った作品ちょっと見てみたいですよ ね、ちょっと見てみたいですけど、なんで今日はそ あの放送コードにかかるんだ。ですね。まあまあでも史上最低バトラーということですから、それにふさわしいといえばふさわしいじゃないですか。9点出したの。いやいやいや、9点はめったに取れないで。だけど取れないですよ。こういう方がねいらっしゃって、ね、クラスタルからこそね他の人が入るんですよ。まあそうですよね、いろんな方がやるから、うん、まあね、いい人が際立つというか、ね、でも来年はまたであの何か作品で出るとか意思は。来年名前がさ、もうタジとかあれダリとかさ、そういう名前以外で現れてほしいよね、でみんなが気がつかなかったらそれだけでもね発展は取れるね。え、今後はあの私はあのミッシェルポルノグラフで出ようと。はい、というわけでいいね、いいね。続いてのバトラーはこちらです。お名前お願いします。まともな感じです。頭変えてきやがった。謎の人物まともな感じ。でもどこかで見たような。ひょっとしてまさか。あー、やっぱりその正体は史上最低のバトラーサルガトール大さん。彼はいつもスタジオにその陽気なパフォーマンスとは裏腹に冷たく凍った空気を運び込んできた。私ゴッホのひまわり。うん、暇すぎちゃって風邪ひいちゃったの。ゴッホ、ゴッホ。審査員は頭を抱え、挑戦を重ねるごとに見事に得点を減らしていった。そしてとうとうアートバトル史上最低の思わず目を覆う恐るべき作品を披露することになる。文句は今では叫ばない。とにかく来んなもん。彼の得点は前代未聞の一桁9点。この記録は未だに破られていない。あれから2年、衝撃のニュースが。谷さんにファンクラブができていたのだ。きっかけはインターネットの出会い系サイト。そこで知り合った女性にピカソのビデオを見せたらたちまちファンに。でそのファンクラブから谷さん復活を希望するハガキが大量に届いた。でも書いているのは一人らしい。さあほんの一握りだが理解者もできた。今回は以前たけしさんにどつかれている時に思いついて2年間温めていた作品で最強キス。たけしさん、暴力はいけません。これからは非暴力芸術の時代です。どんなんだろうね。あ
怪しいですね。懲りないですね。懲りないですね。さあ、それではちょっとドキドキしますけれども、紹介するのも作品を見てみましょう。